こんにちは、加藤咲希です。今回はですね、シンプル着付けの第2弾ということで、裾、着物のですね、裾を決めるところまでのお話をしていこうかなと思います。はい、では、始めていきます。まずはですね、襟の方を持ってください。で、ここ襟のところにこういうボタンがついている場合は、これあらかじめできればつけておいてくださいね。ではまずは羽織っていきます。着物にはですね、こう共襟があるんですね。こう襟をこう真ん中からずっと触っていくと、ここ2枚になってるところですね、生地が2枚になってるところがあります。はい、反対にもあります。ここですね、2枚になってるところ。はい、この着物の共襟の先から先までを、共襟から共襟までを、はい、半分に折ります。こう開いている襟を半分に折ってください。はい、共襟の先から先までを半分に折って、共襟の先と先を合わせて片手で持ちます。はい、片手で持ってください。はい、後ろ手に回して広げます。はい、共襟の先と先持ってますかね。2枚になっているところですね。はい、襟を抜いた襟ですね、これ崩さないようにそーっと羽織ってきてください。はい、着物の襟と襦袢の襟くっつかないようにしてくださいね。はい、そーっと羽織っていきます。はい、前で合わせて片手で持ちます。はい、共襟の先と先前で合わせて片手で持ちます。空いた方の手は襦袢の振りを持って袖を通します。はい、反対も上から持ち直して襦袢の振りを持って袖を通します。はい、羽織れたらまず、着物の襟と襦袢の襟をピタッと重ねていきます。共襟の先と先もう一度しっかり合わせ直したら、はい、一番後ろは着物の襟が襦袢の襟よりも5ミリほど上に出るように、ここですね。つまりですね、襦袢の襟が後ろから見た時に見えていない状態にしていきます。はい、着物の襟が襦袢の襟よりも5ミリほど上に出るように高さを決めたら、襦袢の襟を後ろにグッと押しておきます。後ろというか、まあ下ですかね、下にグッと押しておきます。で、この時に前の手ちょっとピンと張ってあげると、ここ着物の襟と襦袢の襟がピタッとくっついていきます。はい、でもこれ絶対に後ろに押してない時は前に引っ張らないでくださいね。これ後ろに押してない時に前に引っ張っちゃったら、エモンがグッと戻ってきてしまうので気をつけてください。はい、できたら手を前に戻してきて、今度は裾を決めていきます。はい、今持っているところよりももう少し下の方を合わせて片手で持ちます。だいたい今持ってるところとここの、真ん中ぐらいでいいかなと思います。はい、下の方を合わせて片手で持ったら、上の手は離して大丈夫なので、背中心、この真ん中の線ですね、背中心のお尻ら辺を持ちます。はい、お尻ら辺を持ちます。両手を前後にピーンと張ったまま、まず後ろに引きます。はい、上に持ち上げます。床すれすれまで下ろしてきてください。はい、床すれすれまで下ろしていきます。はい、できたら前に戻していきます。お尻でしっかりとピーンと張った状態にしてください。はい、結構頑張ってね、まっすぐ前に引っ張ってくださいね。はい、ぐーっと前に引っ張ったら、両手で前で裾を開けて持ちます。はい、お尻でピーンと張ってる状態ですよ。はい、でこの時に結構こう手が上がりやすいので、そうすると裾上がってしまうので気をつけてください。まっすぐ前、床と裾が平行な状態で、これからの作業をしていきます。まずは左手で持ってる方ですね、上前の位置を決めていきます。はい、床すれすれで閉じてきてください。床すれすれで閉じます。はい、ここですね、ここを見てほしいんですけれども、ちょうど右足が隠れるくらいの位置にしてほしいです。ちょうど右足が隠れるくらいの位置。はい、一回ちょっと見てください。ここでもなくですね、ここでもなく、正面から見てち
ちょうど右足が隠れるくらいの位置に決めていきます。はい、できたら一度開いていきます。でこの時にですね、開いた時にお左右がずれないようにだけ気をつけてください。はい、そのまま開いていきます。はい、そしたら今度は右手で持ってる方ですね、下前を閉じていきます。床すれすれのままですね。はい、閉じていきます。閉じれたら、つま先っていうのが、ごめんなさい、足で刺しちゃうんですけど、ここですね、この角っちょです。ここをぐーっと上に上げていきます。はい、私のこの手見てください。ぐーっと手をひっくり返すようにしてますね。はい、手をひっくり返すようにすると簡単に上げることができます。はい、そしたら上前もう一度閉じていきます。手上がってたら下げてくださいね。はい、そのまま床すれすれで閉じていく。はい、下の手を離して、こちらはですね、両手で少しだけつま先を上げてください。少しだけで大丈夫です。はい、しっかりと押さえられたら紐の中心を持ちます。はい、骨盤のすぐ上に当ててください。骨のないところに締めていきます。骨盤のすぐ上です。骨盤にかからないように気をつけてください。はい、気持ち U の字を描いて反対の骨盤のすぐ上。はい、せーので後ろに回して、背中は一番くびれてるところですね。背中の中心でクロスをさせ、クロスさせたところのすぐ近くを持って、ここはしっかり締めていきます。腹筋に力入れてギューッと締めてください。はい、一周目の上を通るように前に回してきたら、体の中心を避けたところで、蝶々結びか肩蝶結びでここは結び切ります。しっかり結んでください。はい、余った紐は引っ掛けておきます。はい、この紐はですね、緩んでしまうと裾がストーンと落ちてしまうので、裾がストーンと落ちてしまうと、直すことができないんですね。すべて着た後だとなかなか直すことが難しいので、絶対にこの紐は緩めたくないわけです。なのでこの紐は蝶々結びで結んでいきます。これだけはしっかり覚えておいてください。裾を決める時のポイントは、しっかりピーンと張っておくっていうことです。はい、お尻でしっかりピーンと張っておくっていうことです。これが足りないと裾が落っこってきてしまったり、すごいこの辺とかですね、シワシワになってしまって、ちょっとモサモサした感じの着付けになってしまうので、しっかりピーンと張るように気をつけてください。そして上前の位置、最初に決めましたよね。上前の位置を最初に決めたら、ここですね、このちょうど右足が隠れるぐらいっていうのを決めたらですね、もう一度開いた時にこう動かないようにですね、注意をしてください。一回開いてまた最終的に戻してきた時に、まあ、最初に決めた位置に戻ってくるようにしてあげてください。裾はですね、まあ、最初からいきなり綺麗にはもしかしたらできないかなと思うんですけれども、練習していくうちにだんだん手が慣れていくと思うので、何度もぜひ練習をしてみてください。